皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は本月の下克上の11話でございます。前回では身食いがやばくなって、なんと賞金か2枚で1回の使い捨てのもので何直せるみたいな。だからあの時に賞金か2枚で売るって言ったのか。いやー世の中やばいですね。本当に。ではでは見ていきましょう。身食いを直す多額のお金が必要と知った前には、はい、元の世界の知識をベンノに売る。そんな中、ベンノと商談の最中、マイニーは突如気を失ってしまう。旦那様、ギルド長と連絡がつきました。行くぞ、レッツ。ギルド長に直接問い合わせする。マイニーを助けるための輪が広がっていく。あ、でもギルド長もみんな。お願い死ぬへんって願っているところだ。さて、皆さん、ここ最近は何かを調べながら、OP と ED を見てるっていうことなので、今回はですね、ペーパーの作り方についてちょっと見たいと思います。How to make paper?ペーパーの作り方、例えば我々の世界で作ろうと思っていたら、まあその何を作るか、まずネットルというもの、はあはあはあ、でもやっぱりね、これ同じものでさ、このなんか虫とかウィーとか水でさやったりするやんか。そうだ。あ、なんか溶かしたり。これは無理だね。今見てる方法だと必ずと、だってブレンダーとかも使ったりとかさ、絶対にもこんな無理っしょ。ダメ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 。ペーパーってなかなか作りにくいですね。はい、ん？究極？またこの感じ。死ぬか否か。出てこないで。出てこないで。まだ作ってないんだって。今から作るな。今から作るの。あ、何？この首輪がそれなのか。ここに吸い込まれちゃうってこと？どんどん吸い込まれていくみたい。爆発すんのか。わお。それで消耗品ね。割れた。ここは議長の部屋ですね。に割れちゃったね。なんだろうこれ。目が覚めたかしら。フリーダ。お、フリーダ。フリーダ姉さん。フリーダのお家。え、気分はどう？とてもいいよ。待ってるし、気分もすごく楽だよ。でしょうね。割れてしまっているもの。詰め込めるだけ熱を詰め込んだのね。魔法ね。フリーダ、これは魔術具よ。魔術具？その魔術具がマインの熱を吸い出してくれたのよ。これで毎年何人も死んでんだろうな、この平民たち。かわいそうに。熱を吸い取って壊れてしまったわね。熱を吸い出したから助かったの？そうよ。前に会った時に言ったでしょ。身食いを治すことはできないけど。熱を抑えることはできるって。これって話だよね。そのことだったんだ。本当に助かったんだ私。マイン、でも今後も必要なのかな。この魔術具はね、例えるならカップからこぼれそうになった水をすくっただけのこと。中の水がすべて消えたわけではないし、成長するにつれて水の量はどんどん増えていくの。
だからそれ制御する必要があるんだね。すぐってどのくらい？教えてフリーダ。1ヶ月とか？持って1年ぐらいかしら。ああじゃあ平気や。1年。魔術具はどこへ行けば手に入るの？無理だね。これはこの腕輪はどうやって手に入れたの？すげえ大金で払ったんかな。貴族のもの。私たちの手に入るのは壊れかけか用済みの魔術具だけ。なるほどね。私のために買い漁ったから探してももうどこにもないわ。そんな。なるほどね。貴族とまだ住む世界が違うか。私たち身軽は魔術具がないと生きられないのだから。その制御方法。一つだけ。貴族と契約することよ。貴族と契約？魔術具を買ってもらう代わりにその貴族のためだけに働く契約を交わすの。私のようにね。え、そんな契約交わしたの？私は成人式が済んだら貴族の愛称となる契約をしているの。え、愛称？愛称？側室ってことだね。繋がりが欲しい方も援助をこうてくる方もいて、一番条件が良かった方と契約したのよ。マジやばいじゃん。そんな話よく受け入れられるね。まあ、死ぬか。生きていくためにはそれしか道はないの。死ぬかって話だね。嫌だと言ったらそれは死を選ぶということよ。だからマイ、よく考えて選びなさい。貴族に飼い殺されて生きるか、家族のもとでこのまま朽ち果てるか。どっちも嫌やな。どっちも嫌。別のサードオプションっていうのはないのでしょうか。美味しそうなご飯ですね。貴重な魔術具を譲っていただいてありがとうございました。譲る？魔術具の代金はマインが支払うとベンノから聞いている。そういうことかい。万が一の時には魔術具を融通してほしいとベンノに頼まれていたのだ。はい、そうだったんです。それでなんぼですか？分かりました、払います。賞金か3枚だ。え、2じゃなかった？3枚？払えないのか？いえ、払えます。金額に驚いただけで。マイン、払えると困ることでもあるんですか？終わりだ。あるのか？マインはうちの店に登録させる話になっていたんだからな。でも払えるんだからね。もらい損ねちゃったわ。あらら。リンシャンの改良方法、賞金か3枚で売った私。グッジョーブ。ね、2だったら死んでたよ。でもまたすぐに稼げるな。家に連絡を入れてくれたらしい。よかった、目が覚めて。気分はどうだ？マインが倒れたってルッツから聞いた時は心臓が止まるかと思った。でも側室になるの嫌やわ。でももう大丈夫だよ。何の話やわ。じゃあもう帰れるんだ。もう一晩うちでお預かりします。マジか。まだ容態が安定していませんから。しかし私も同じ病気だから分かるんです。お世話をかけますがよろしくお願いします。じゃあ俺ベンノの旦那にも知らせてくる。お願いします。いろいろありがとうルッツ。あのお嬢さんがついてれば安心ね。ほんまけ。身食いだったんだね。まあそういうな。ねえ、普通に死んじゃうわ。マインが治っただけで治ってないんだけどね。
残念ながらちょっと勘違いしちゃってんだ。あ、新しいかんざしだ。あと1年か。1年以内にもっと見つからないとあかん。女の子同士の遊びをすることにした。料理人のイルゼよ。それで何を作るんだい？お砂糖ってありますか？あるよ。他にも小麦粉、卵、ケーキ作るの？これならカタルカールが作れるね。カタルカール？同量の材料を混ぜて焼くだけで作れます。ほう、やってみましょう。卵と砂糖を泡立てるのが一番重要なんです。私、ほうほう、やってみたいわ。次はふるった小麦粉を切るように混ぜていきます。ふるった、ぷい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 。あ、それめっちゃ大変だからね。これ超大変。力いる。力ないねんな。でもこれなかなか大変だからね。でもまあコックさんがやったら。うまいか？これ売るん？マイン？おじい様が貴族の館にあったお風呂を再現したものよ。へえ。入るなら慣れておいた方が良いとおっしゃってね。まあいいですね。温泉。先に向けての投資ですわ。本当は家族と離れたくないよね。相性になったら私貴族街に自分のお店を持てるの。身食いということで諦めて。とても楽しみだな。でもよかったね。そう前向きにね、考えれたら。それから私はトゥーリに持ってきてもらったリーシャンでフリーダの髪を洗った。マイン上手ね。よくトゥーリと姉と洗いっこしてるからね。じゃじゃん。これが欲しいんだったらベンノさんから買ってね。寝る前に一緒のベッドでおしゃべりするはずだったけど寝てしまったか。効果もあって私もフリーダもすぐに寝てしまった。なんだ可愛いんかよ。明日はフリーダの洗礼式だ。なんと素晴らしい。まるで天使の使いか。春をもたらす芽吹きの女神のようだ。芽吹きの女神ですか。そりゃまあおかわいいですね。トゥーリーもね、トゥーリーのことを思い出しちゃって。マイン様、お気分でも？いいえ、フリーダを見てたらなんだか急に家族に会いたくなっちゃったみたい。ちょっとかわいいじゃん。マイン、寂しかっただろ。父さんは寂しかったぞ。マイン嫌がられるわよ。寂しかったね。寂しかった。そうか、寂しかったか。パパ嬉しいね。せっかくなのでご一緒に食事をいかがですかと、おじい様が申してます。おじい様が申してます。私、久しぶりに母さんが作ったご飯が食べたい。って断るんかい。かわいいじゃん、もう。あー、なんかほかほかするなこの気持ち。もう本当に家族になってるからね。第二幼児、ベンノの旦那、子供の頃、ギルド長の家にいる間、面白いね。すっげえ心配してたぞ。そりゃそうさ。抜け駆けして引き抜くんじゃないかって。そうだろう。それは大丈夫だったけど。
けど怒られるから言わない。ケーキの作り方教えたよな。絶対言わないもん。待てよマイン。なんだよ。ルッツにはいつも助けられてるなって思ったの。ふん。そっか。ルッツちょっと喜ぶね。どうしたどうした？雪か。だから2枚だね。私が払ったらすごく驚いてました。あーはーはー、なるほどね。奴らに一泡吹かせたならそれでいい。いろいろとありがとうございました。いろいろ困るね。ところでベンノさん、はい、質問が。砂糖を使った菓子を作った。砂糖ってそんなに珍しいんですか。最近外国から輸入され始めて貴族の間でかなり人気が高い。なるほどね。レシピ元を渡ったわけか。貴族相手に売れそうなもんを無償で。やばいって。肉食獣の前で無防備に死ぬ。まあこれで友達になったからいいんじゃないか。元気になったようで何よりです。ケーキね。何らかの方法があるなら探す。ベンノさん、盛況ですね。この店は冬が売れ時だからな。そうなんだ。雪に閉ざされている間に暇を潰せるもののためなら意外と財布の紐が緩むんだ。手軽に遊べるとしたらトランプ、カルタ、将棋、リバーシかな。来年の冬までに作れるかな。みんなやり方ちゃんと覚えるかな。1年ぐらいかしら。頑張って探さないとあかんな。貴族に飼い殺されて生きるか。生きる方法。このまま朽ち果てるか。だから新官庁と契約をするのかかな。どこかのお嬢様だと思うに違いない。お嬢様だもん。洗礼式の衣装をリメイクしたんだよ。マインに言われるがまま直してみたけど、お金持ちのお嬢様みたいになったわね。私が可愛いから。あら、私の腕がいいからよ。おう、よかったね。みんな幸せそうやな。治ってへんけどね。いつか言わないといけない。どうした、マイン。今言うか。父さん、母さん、トゥーリー、話があるの。私の病気のことで。どういうことだ。病気は治ったんじゃないのか。違うんだよね、それが。完全に治ることはないんだって。フリーダの魔術具を譲ってもらって、二軍の熱を一時的に抑えただけなの。魔術具。二軍の熱を抑えるには魔術具を使い続けなきゃいけないんだって。前に前に直すのにお金がかかるって言ってた。そうなのか。ほんまに。どうしたの、マイ。恐ろしいほど。もう払ったから大丈夫。隠し事はなしよ。ちゃんと言いなさい。賞金か3枚。金貨3枚払ったな。どうやって。紙とリンシャンの作り方をベンナさんに買ってもらって。終わった話はいい。これから先のことが知りたい。
的に熱を抑えたと言った。そうなんだよ。なら再発は確実なんだな。なんか相性になるか他の方法を考えるしかない。それを聞かれたくなかったからだろう。なんで分かっちゃうの。分かるのは俺が父親だからだ。なんかいい話だけど超悲しい。あと相性になるんだよ。会えなくなる。そんなの嫌。言っちゃダメ。私もみんなと離れて生きるのは死ぬよりもっと嫌。はあ、めっちゃ悲しいやん。お母さん、トゥーリー、どうするんや。私ここで家族と一緒にいていい？マイはいつまでも私たちと一緒にいるの。超悲しい。マイン頑張れ。よかった。なんか奇跡的な方法見つかってや。わ、今日はみんな声ってなってる。パパは悩んでてアルコール飲んでるか。まあわかるよその気持ち。困るよね。何したらいいのかわからない。この家族は多分みんなの稼ぎ、今までのずっとの稼ぎ、全部生まれてから今までの稼ぎを全部合わせても賞金か3枚見たことは多分ない。全部合計しても多分なかったでしょう。それはたった1回だけの支払いになった。まあお金があればこのマインちゃんはいくらでも多分作ることはできたんでしょう。バツダツダポポバツイッタ。砂糖とか大事だったんだね。まあそのケーキの作り方を教えたやん。結構恩返しは大きいかもしれないよ、あの家族。なんかしれっとすごい高価なものをもらっちゃったからね。面白いね、非常に。いくらどれぐらい高かったんだろうな、あのケーキつけるの。はあ、今後もちゃんとマインのこと見守ってあげよう。洗礼式と神の楽園。うちの店はどうするつもりだ。考えていませんでした。ごめんなさい。まったくどこまで考えなしなんだ。おう、まあ、わお前はどうだ。落としどころを見つけておけ。おい、あ、死んだ。え、パンケーキ作ってんじゃん。かわいい。みなさまご視聴ありがとうございました。いつも本当に感謝します。面白かって、ピートのチャンネル支援したかった場合、簡単な方法、いいねボタンを押すこと。お願いします。では、では次もやりますので、ぜひご覧ください。バイバイ、お気に。Thank you.